はい、羽曳野市にやってきました。あの建物近づけないんですよね。パーフェクトリバティ教団という、宗教法人の建物ですね。で、現在閉鎖されて入れない。日建設計の建築だそうです。限界まで近づいてみました。赤く点滅する航空障害がある。今ね、見れないそうなんですけどね。ただちゃんとメンテナンスされてるようだ。